はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日はねこちらのねサンマルステルシオですね。でまあ見ての通りもう機械が全部あるんですけど、オートマのフルード交換、そしてエアコンメンテナンス、そしてねスラッチナイザーでねエンジンフラッシングですね。そちらのね3つの方をしていきます。でまあちょっとねやることが多いんですけど、一応ね日帰りメニューっていう風になってるんで、まあエアコンはねエンジン切っててもエンジンつけててもエアコンを切ってさえいればやれるんで、もうセットしてもうねあとほったらかしにしてるっていう状態です今で。あとはねそれぞれをまあやっていくっていうところですね。それではね皆さんこちらのね施工の動画の方をご視聴お願いします。はい、じゃあね今からスラッチナイザーをね施工していきます。でオイルを抜いてねエレメントを外して、で専用のアタッチメントをはめていくっていう流れです。でちょうど車乗ってきたばっかしでね熱くなってるんで、まあ、このタイミングでねもうスラッチナイザーを施工します。で今現在エアコンもやってるっていう形ですけど、スラッチナイザーがねエンジン停止状態でして、でトルコンタローがねエンジンをかけた状態でするんで、まあ、どちらかをするっていう順番感になるんで、まあ、先にねスラッチナイザーエンジンがあったかいんで今のうちにやります。はい、じゃあこんな感じですね。こういう風にこちらとこちらにアタッチメントね装着してます。それではね今からスラッチナイザー施工開始ですね。まあ先ほども言いましたけど、エンジンが温かい状態ね、冷えている状態だとどうしても汚れを浮かせるっていう効果が弱くなるんで、温かい状態でやるっていうところですね。でオイル抜いてエレメントを外してね、でさっきのアタッチメントはめたら、この機械にねエアのチャックがついてて、まあ3キロぐらいの圧ですね、エンジン停車状態で3キロぐらいの圧をかけて送り出すと。でね、まあ、大体車に入ってるオイルの量よりね多い量を入れたりもするんですけど、1回バーッと溶剤を入れて、そしてね溜めておいて回収したり、入れながら回収したりとかね、まあそういうやり方で汚れを浮かせていくと、そして浮いて回収するみたいな感じですね。だからその色味とかはね綺麗にはなるか分かんないですけど、まあ汚れを要は浮かせるっていうところがポイントなんでね、この施工の機械っていうのは。だから要は交換した後のオイルの色味よりね、交換この施工をすることによってね、まあ、エンジン内部にね付着した汚れをね除去するっていうのがまあ目的ですね。そしてこのスラッチナイザーが終わりましたら、こちらのねチャックを外して、そしてねドレンボルトのツコにつけてるまたチャックですね、こちらも外します。アタッチメントチャックをですね、そしてねその時に今度と、ね、機械のねあの方になんか回収っていうボタンがあるんで、そこを押すとねエレメント側からエアを入れて、こういう風にねこう送り出しをするんですよね、溶剤を。でここでこういうねJ 型の曲がったね回収するためのノズルを入れて、そしてねオイルパンに溜まってる溶剤を全部回収するっていう流れですね。まあこれね、だからこういう風に回収しとけば後でね溶剤がね車の中に回ってとかそういうことがないんで、できるだけね綺麗に回収しておきます。はい、じゃあね今からエアコンメンテナンスですね、こちらの方していきます。でガスですけどね、ここですね、ガスは 650g ですね。じゃあ今からね抜いていきます。はい、じゃあね今からガスの方をね回収していきますけど、こちら規定量ね650でね、抜けたガスはね 450g で、まあ 200g 減っていう結果になってますね。まあ年式的にはね確か17年ぐらい、走行がねまあ9万キロ10万キロぐらいっていうところなんで、まあ今までにね補充してる履歴があるのかはわかんないですけど、まあここで一回ねガス回収して、そしてねフラッシングしてコンプレッサーオイルを入れ替えて、そしてね真空引きもしてね配管内の水分も除去してっていうのをねしてやることでまたねリフレッシュできるんでね、まあ、元々この手のクラスはねエアコンよく効くとは思うんですけど、この施工することでねまたさらに効くようにもなるしっていうところですね、まあ、そういう意味もあるんでね、皆さんもエアコンが今効いてるからって言ってまあしないんじゃなくて、メンテナンスの意味を込めてねするっていう意味ではいいんじゃないかなって思いますね。はい、じゃあね今からフラッシングをします。でねこの車なんですけど、こちらにねフラッシングキットを装着してるんですけどね、ちょうどこの部分ですね、ちょっと分かりづらいんですけど、下の部分が変換をつけてるんですよね、直角変換みたいなやつがあって、そのままフラッシングキットつけると電動ファンに当たってねはまらないんですよね。だから角度をね90度変換して、でフラッシングキットつけてます。じゃあフラッシングモードクリーニング9回ですね。はい、じゃあね今からフラッシングの方をしていきますね。バックリターン方式ですね、もう毎回毎回言ってます。バックリターンね、低圧側から高圧側、高圧側から低圧側っていう風にね
やる方式になります。で、それと別にね、普通のね、まあ、片方向にしか回らないっていうね、サイクル洗浄っていうのもあるんですよね。それはね、コンプレッサーがブローした時、鉄粉が回った時とかにするフラッシング方式になります。まあ、それはね、なかなかね、お見せするタイミングってないんですよね。やっぱりそういう風にね、コンプレッサーブローっていうのはなかなか入ってこないんでですね。で、こちらのね、バックリターン洗浄をすることによって、まあ、配管内のね、まず古いコンプレッサーオイルですね、まずこちらの除去をするっていうところ。で、コンプレッサーオイルも、やはりね、ずっと入ったまんまになっていると、やっぱり劣化はするんですよね。まあ、元々の色っていうのは、だいたい透明か、まあ、蛍光グリーンっていうか、イエローかな。まあ、そんな感じの色なんですけど、やっぱりね、ひどくなっていくとね、だんだん茶色とかオレンジっぽいような色になって、さらにひどいとね、黒っぽい色になると。で、まあ、鉄粉が回ったりするとね、ネズミ色みたいな色になったりするんですけど、このね、バックリターン洗浄することによってね、コンプレッサーオイルがね、やっぱり抜けてくるっていうところで、そしてね、配管内のね、まあ、汚れっていうとあれですけど、汚れっていう汚れもないですけど、まあ、古いコンプレッサーオイルを取って、そしてね、施工が終わったら、やっぱ新しいコンプレッサーオイルを入れるっていうところですよね。これができて、そしてなおかつね、この、フラッシングをしないにしてもね、真空引きっていうのをまあするんですけど、真空引きがね、配管内にあるね、水分ですね、こちらをね、除去すると。で、水分がね、残っとくと、化学反応してね、酸になったりだとか、あとね、水分が多いとコンプレッサーが凍ったりする原因になったりとか、まあそういうのもあるんで、まあ、水分もしっかりと除去すると。そしてね、エキスパンションバルブですね、ガスをね、霧状に噴霧して、で、それで冷やすっていう効果があるんですけど、そこがね、詰まったりとか、固着したりとかね、するとね、うまく霧状にならないんで、エアコンが効かないっていう原因になるんですよね。まあ、去年のね、夏、ものすごく暑くて、たくさんフラッシングをしましたね。で、ガスがね、じゃあ 300g の規定量で280ぐらい入ってる車とかっていうのも、まあ結構来ましたけど、そういうのでもね、効かない車ってね、このフラッシングしたらやっぱ効くようになるんですよね。それはね、液パン詰まりが取れてるっていうとこなんですよね。特にね、やっぱりダイハツスズキ系はね、なんかね、詰まるのが多いのかなっていうイメージもあるんですけど、あとね、コンプレッサーオイルがまあこれ抜けてくるんですけど、コンプレッサーオイルをね、入れすぎてるパターンっていうのもあるんですよね。例えばブローをした後に、コンプレッサー新しいの買うとね、中にまあ入ってたりとか、まあ別でね、オイルがついてくるパターンもあるんですけど、配管内のね、コンプレッサーオイルをね、そのままにしてるとかっていうパターンとかあったりすると、結局ね、いっぱい入ったような感じになったりとか、まああとね、毎年少しずつコンプレッサーオイルとかガスも減るんですけど、添加剤をね、じゃあ毎年毎年入れるとか、効かないからたくさん入れるとか、添加剤によってはね、入ってるオイルの量もバラバラなんで、やりすぎるとね、やっぱり溜まっていく方側に振っていくんでね、多いのだと、規定のね、コンプレッサーオイルのね、2倍の量入ってるっていう車も過去にはありました。やはりそういう風になるとね、エアコンの効きっていうのがね、ものすごく悪くなるんで、その辺もね、しっかりと管理してやるっていうところですね。そしてね、やっぱりガスを満タンにするっていうところですよね。漏れてなくても少しずつは減るんで、まあタイヤの空気が減るのとも理屈は一緒なんですけど、どうしてもね、配管と配管の継ぎ目のね、オーリングだとか、まあそういうとこからね、全く漏れないわけではないですね。やっぱ車なんか振動もしてるんで、やっぱり少しずつは抜けていくと。で、まあ2年経ったら、じゃあ100抜けてる車もあれば、50しか抜けてない車もあるしっていうのはもうそこはまちまちなんですけどね。まあ、そういう感じでね、しっかりとね、エアコンのメンテナンス。やることによって、まあ、エアコンの効きを良くするだけじゃなくてね、コンプレッサーをまあ長持ちさせる。ね、コンプレッサーの仕事量を減らしてやる。で、添加剤とか入れてやることによって燃費が良くなったりとかね、そういう効果もありますので、皆さんしっかりとね、エアコン管理っていうのはやった方がいいんじゃないかなって思います。まあね、またエアコンがね、5月ぐらいになると、またいっぱい切らすんじゃないかなと思いますね。5月、6月、7月、8月、9月ぐらいまでがね、だいたい多かったですね、去年が。で、5月になるとね、やっぱ夏日になったりとかもするんですよね。で、6月とかがね、梅雨になると、雨が降るとね、やっぱ日が照らない分ね、エアコンが効くようになるんですよね。そしてね、7月半ばぐらいから梅雨明けするとめちゃくちゃ今度暑くなるんで、去年みたいに暑いと、もう多分毎日エアコンするのかなっていうところですね。ですのでね、夏場になった時にね、いきなりね、来るってなると、もしかしたら他の作業でね、こういう機械が開かなくてね、できなかったりするんで、まあある程度ね、予約をしていただければ助かるのかなとは思いますね。
はい、じゃあね、今からね、真空引きですね、そしてオイルを入れるというモードにします。そして真空時間ですけど、20分ですね。で、規定量ね、650でこれを入れます。なんで、625ですね。で、この分のガスの分も入るんで、そしたら650になります。はい、じゃあね、真空引きが終わったんで、真油のコンプレッサーオイルですねを入れます。左が真油でね、真ん中が廃油になってます。ちょっとね、寒いんでね、オイルが固くてなかなか入んないんですよね。こう早巻きだから早く感じるんですけど、結構な時間ね、今入れてます。夏だとね、スイスイ入っていくんですけどね。はい、じゃあね、今からガスを入れますね。今1分間のね、漏れがないかっていうテストをしてますので、まあ、こちらでね、漏れがなければ今から入れていくと。で、まあ625を充填するっていうとこです。でもこれまたね、寒いんでね、入りが悪いんですよね。後ろでね、今温めてはいるんですけど、やっぱりね、寒いとね、入りが悪いですね。はい、じゃあ今からね、こちらを入れていきますね。はい、じゃあね、今からね、こちら添加剤の方入れていきます。右上のね、低圧っていう数字がね、0になったらね、充填が完了します。まあ、エアコンのね、すべてのね、作業が終わりましたけどね、はい、大体こんな感じにしてます。冬場はですね、こうやってしてね、温めとかないとね、本当にもうガスは入んないし、フラッシングの時もね、あんまり入んなかったりとかね、まあ寒いとね、やっぱ不具合が多いんでね、こういう感じでね、温めた方がいいですね。それではね、次は ATF 交換をね、していきますね。サンマルセルシオのね、この方からね、まさかね、フロー方式のね、交換方式になってるとは思わなかったですね。で、まあ今先ほどね、ちょっと早巻きでしたけど、サンプルの方もね、しっかり回収してますので、そのサンプルはね、トルコン太郎のね、やるときの作業をするときの横に置いて、まあ見るっていう形ですね。で、まあこう抜きながら思ったのがね、もうこの抜けてきた時点で、ちょっと少ないんですよね、抜けた量がね。まあ、これちょっとね、どうなっていくかっていうところですね。はい、じゃあね、次はね、このストレーナーをね、外して清掃していきます。もういきなりちょっとオイルパンを外している状態になってますけど、左側のね、まあ向かって左側のね、マフラーのところについてる、なんていうんですかね、ゴムみたいな、振動防止のバランスみたいなやつですかね。あれをちょっと外さないとね、オイルパンが外れないんで、まあその辺はね、外してやってからオイルパンをね、スライドさせて取るっていう形ですね。それではね、今度は鉄粉除去のね、掃除ですね。結構ね、鉄粉が張り付いてるんで、ネズミ色のね、まあ液体がこう流れてくるみたいな感じですね。そして拭き取るときは擦るんじゃなくてパンパンパンって当てるって感じですね。そしてね、今度はね、このストレーナーの新品ですね。で、オーリングもね、新品をつけます。で、本体にたまにオーリングが残っていることがあるんでね、ダブルパッキンにならないようにしっかり見てください。で、オーリングにね、しっかりとフルードを塗りつけて、で、組み付けてください。それではね、オイルパン清掃ですね。まずはマグネット。まあ、こんな感じで、鉄粉もね、まあまあついてますね。そしてね、まあ、ざっと掃除して、あと組み付け前にまたね、綺麗にマグネットの方は掃除していきます。オイルパンの底に溜まってるね、フルードなんですけど、結構ね、ドロドロでね、鉄粉まみれな感じになってますね。そしてね、今度はね、このパッキンを外すんですけど、パキパキにくっついててね、剥がれないっていう、この前のね、ウィッシュの悪夢がちょっと若干蘇りましたけど、まあそこほどではなかったですけどね。そしてね、オイルパンのまあこの接する部分がね、若干ちょっとパッキンカスが残ってるんでね、オイルストーンでね、綺麗に清掃しておきます。接合部分のね、まあフラットな感じに仕上がったら、あとはね、こちらのオイルパンをまあ綺麗にね、掃除していくと。で、結構なね、鉄粉がついてますね。で、あとオイルストーンのカスとかもあるんでね、しっかりと綺麗に落とすみたいな感じですね。まあ一回ね、ざっと落としたら、こういう感じでね、キムタオルとかにパーツクリーナーを塗って、一回拭き取ります。そしてね、もう一回ね、パーツクリーナーでね、流してやったりして、まあ最後はね、エアブローでね、綺麗にね、ホコリとか飛ばして、あと水分とかもね、飛ばしてやるといいと思いますね。そしてね、今度マグネットですね。もう一度綺麗に掃除をして、で、組み付けていくっていう流れです。
そしてね、最終的にはね、こんな感じでね、綺麗になってますね。あとはこれでね、一回エアブローをして完了ですね。あとはね、こちらのオイルパンを締めていったら、こちらのね、清掃作業も全てこれで完了ですね。で、周りに飛び散ってるね、フルード関係は、まあ、組み終わった後に一回掃除して、で、最後また油量調整が終わってね、もう一度ね、掃除をして、まあ、そこで終わりですね。まあ、こんな感じで、あと最後はね、手締めでね、しっかりと確認して、ね、取り付け完了ですね。そしてね、トルコン太郎のね、こちらのね、ジグを装着して、そしたらね、あとは圧送交換を開始するっていう流れになりますね。まずは芯を入れるっていうところですね。はい、じゃあ今から芯油のね、充填をしていきます。はい、じゃあね、芯油を入れていきますけど、5リッターね、入れるっていうところなんですけどね、最初にジョッキにね、出てきた量っていうのは、まあ3リッターぐらいですね。オイルパンとかストレーナーをね、外した時の量から考えてもね、3リッターぐらいですね、全部足して。で、まあこの車だったら、もうちょっと出てきてもいいのかなっていうところなんで、まあ一応ね、そこを見越して、まあ5リッター入れるっていうところですね。はい、じゃあ今ね、エンジンをかけてます。で、ここがね、この機械とオートマをね、こうぐる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 回ってる状態なんですけど、30分ほどアイドリングをさせます。で、先ほど5リッター入れたんで、その5リッターのね、洗浄効果で汚れ浮いてきます。でも、まあ、今の時点でも汚れてますけど、鉄粉とかもね、結構泳ぐと思いますので、ちょっとクリーニングタイムを置いてからね、でやっていきます。はい、じゃあね、今から圧送交換いきますね。1回目です。9リッターで施工します。一応総数9ぐらいなんでね、9リッターで回していくっていう形ですね。で、一番右のね、ガラス窓、こちらがね、今吸ってる部分ですね、抜いていってる部分っていうことになりますね。で、左上にある数字ですけど、左上、まあ今5リッターぐらい差してるところですね、これが抜いてる量、その右側のね、分が今度芯油を入れてる量っていう風になります。なんでね、灰をね、抜いてる途中から芯を入れ出して、そこからね、ずっとじゅんぐりじゅんぐり回していくっていうところですね。まあ、ですのでね、希釈式のね、交換方法と比べると、全然ね、効率がいいのかなっていうね、綺麗になる効率がいいのかなとは思いますね。はい、じゃあね、1回目のね、圧送が終わりましたけど、まだ汚いですね。またね、クリーニングタイムを置いて2回目に行きますね。はい、じゃあね、圧送交換2回目、9リッター行きますね。アイドリングをね、ずっとして30分とかね、1時間とかしとくと、まあ、芯油がやっぱり入るとね、オートマの経路の中にね、ついたね、まあ、汚れですね、が浮いてきたりするんですよね。まあ、芯油の洗浄効果ですね。で、これはね、もう、毎回毎回、そのセット数をこなしていくごとに、クリーニングタイムをしっかり置くと。で、メーカーはね、10分ぐらいで言ってますけど、やっぱりね、じゃあ10分経って綺麗なところがね、1時間置いたらね、真っ黒になったりとかっていうのもあるんで、やっぱりね、そういうのをね、見極めて、まあ、汚れを浮かせてやるっていうのは大事かなとは思いますね。ですのでね、この車も、まあ、年数、距離とかのね、まあ、赤がしっかり溜まってると思うんでね、そこをしっかりとね、まあ、除去してやるっていうところですね。はい、じゃあ2回目のね、圧送が終わりました。今はね、まあ、綺麗ですね。で、まあ、クリーニングタイムを置いて、汚れが浮いてくればね、もう一度行くっていう形です。はい、30分のね、クリーニングタイムを置きましたけど、まあ、やはり奥の芯油と比べるとね、また黒ずみが出てます。で、次でね、じゃあ終わるんじゃないかなと思います。じゃあラストいきますね。それではね、3回目の方をね、施工していきます。ね、よく視聴者の方からね、この ATF とかをね、変えた方がいいのか変えない方がいいのかとかね、まあ、変えたら壊れないんですかっていうようなね、質問とかよく来るんですけど、それはね、やっぱり変えなくても壊れないかもしれないし、変えて壊れるかもしれないしね、まあそこはもうね、やってみないとわからない世界ですよね。で、まあこちらとしてはね、じゃあ壊れないような、まあ要は汚れを浮かせたりとかっていう部分ですよね、そういうことをね、徹底してやったりとかするっていうことで、まあ故障のね、リスクを減らしてやるっていう考え方かなとは思います。そして今この編集をしている時に、もうね、お客さんに車渡してるんですけど、連絡があってね、変速ショックがね、治ったって言ってましたね。まあ、おそらく油量がね、適正化したからね、治ったんじゃないかなとは思いますね。まあ、あと綺麗になったりとかした分もあるのかなとは思いますけどね。はい、3回目のね、施工が終わりましたね。今ものすごく綺麗ですね。芯油のようになってます。あとはね、クリーニングタイムを置いてどうなるかですね。はい、30分経ちましたけど、もう親友のみたいにね、綺麗になってるんでね、これで終了ですね。
はい、じゃあね、今からこちらのね、新用1リッターね、入れます。最後に油量調整するときにね、少ないと、調整のね、ところを開けてもね、出てこないことがあるんで、ちょっと多めに入れるっていう意味で、毎回ね、温度で調整するタイプの、ね、調整のときは1リッター入れるっていうやり方をしています。今はね、こうやってオイルパンにね、扇風機で風を送ってね、今冷やしてるんですよ。で、今の時期はね、まあ正直寒いんでまだいいんですけどね、夏場はね、これ温度下げなきゃいけないけど、下がんないんですよね。そこはやっぱりしんどいですね。で、まあこういう感じでね、強制的にまあ冷却をしてやると。まあ夏場だったらまあ扇風機2機掛けにしたりとかですね、あとボンネットをね、開けといたりとかすると空気が抜けるんで、またね、冷えやすいのかなっていうところですね。はい、じゃあセルショーですけどね、これ45からね、56度になってますね、設定値がね。はい、じゃあね、温度も下がったんで、今からエンジンをかけてね、今もう上でオートマをガチャガチャね、動かしてます。そして、そこのね、フローの部分から抜くんですけど、最初にね、一回緩めてやるといいですね。たまに舐めたりする恐れがあるんでね。で、ここにね、診断器も置いて温度も見てます。で、まあさっきのね、温度ぐらいになったら、こちらをね、開けてやってっていうところですね。で、こう開けてやってね、あとはもうこういう風に下に落としてやって、まあどれくらい抜けるかっていうのもね、下に抜けるのも目安があるといいですね。で、ワッシャーですね、パッキンも変えてやって、サンプルも回収してっていうところです。で、もうこの抜けてる分でね、もうこの時点で色味で、あ、綺麗になってるなっていうのはもう十分わかるのかなっていうところですね。あとはね、指定のね、温度になったところで、ね、ちょろちょろになったところでもう止めてやるっていうところですね。もう蓋をしてっていうところですね。そしてね、まあ、そろそろね、もう、ドレンをね、閉めるような形になりますけど、まあ、大体出具合がこんな感じですね。で、温度計を見てね、温度もね、その領域に入っとけば問題ないです。で、こちらでね、あとはして、ね、でね、閉めるときにね、パッキンを新品にしとくと、このパッキンが潰れてる感がね、よくわかるんで、まあ、そこでね、終わりですね。はい、交換後のね、ATF ですね。右が最初で、左がね、最後に抜けた分ですね。このだけのね、間違いがあります。そしてね、すべての作業が終わって、最後にね、こちら、ね、ワコーズのフォアビークですね。こちらをサービスでね、ちょっと入れておきます。今回いろいろしてもらったんでね、もうこの辺ぐらいはね、サービスで入れさせていただきます。で、こちらのね、エンジンオイル入れるところにね、入れてもらって、で、最終的にね、エンジンオイルの油量ですね、そちらも測定して、問題なければね、OK ですね。はい、皆さん、今日のね、サムチャンネルいかがでしたか？こちらのね、サンマルセルシオの ATF エアコンスラッチナイザーでしたね。で、まずスラッチナイザーは、まあ、施工してね、エンジン内部の汚れをね、浮かせるっていうところが役割なんですけど、どうしてもね、それでは取りきれない分もあるっていうところもあるんですよね。まあ、今回で、ね、いろいろしてもらったんで、ワコーズのフォアビークルですね。あちらがね、遅効性のフラッシングの溶剤のね、効果も入ってるんですよね。あと、金属のね、極圧状態のね、摩擦を抑えるっていう効果ですね。摩耗を抑える効果もあるんですけど、そのね、遅効性フラッシング剤のね、効果があるんで、まあ、それを一緒にね、今回入れてます。だから次回のね、オイル交換した時とかは結構汚れたオイルが出るかもしれないですね。そしてね、次がね、エアコンですね。量がね、まあ、200g ぐらいのね、減っていうところで、まあ、過去に交換歴があるのかは分かんないです。まあね、ただこの車ね、まあ、じゃあそれだけ減ってても多分効くのは多分効くと思うんですよね。コンプレッサーでかいんで。ですがね、やっぱりコンプレッサー大きいんでね、しっかりとね、ガスを満タンにして、まあ、コンプレッサーのね、仕事量もちょっと減らしてやるみたいなイメージ。そしてね、車も古いんで、このね、エアコンのコンプレッサーオイルですね、そちらもしっかりとね、抜き替えして、まあ、リフレッシュして、そして真空引きをしてね、水分も飛ばしてやるっていうところでね、まあ、エアコン関係もリフレッシュしたんで、まあ、今年のね、夏なんかはね、寒いぐらい効いてくれるんじゃないかなとは思ってますけどね。そして最後がね、ATF ですね。こちらね、まず、まあ、汚れはね、やっぱり汚れてました。まあ、交換歴があるのかないのかは、ちょっとわかんないですね。で、乗ったらなんかね、ちょっとこう、変なショックがあったりとかって言ってたかな、なんかまあちょっとした何かがあるっぽいようなことは言ってたんですけど、試運転した感じ、交換後の試運転では、まあ、そこは感じられなかったのかなっていう感じはしますけどね。あとはね、おそらくですけど、もしかしたらですけどね、油量がね、多分トータルでね、2リッターぐらい減ってるんですよね。最後のね、油量調整の時に1リッターほど油量調整抜けてきたんですけど、ね、3リッター、トータルで3リッター多く入れてるんですよね、最後の調整前に。オイルパンを組む前に、オイルパンを組んだ時に、最初ですね、3リッターぐらい抜けてきてるんですよね、全部で。で、車の割にはね、なんか少ないなっていう気がしたんで、5リッター一応入れたんですよね。
でそこから通常の圧送をして、で最後に1リッター入れるっていう流れで、トータル3リッター増しみたいな。そして抜けてきたのが1リッターなんで、まあね、2リッターは減ってるのかなっていうところはね、感じられますね。なんか油量が少なかったんで、もしかしたら乗った時のね、変なショックがあったりとか、そういうのがあるのかなっていう気もします。まああとはね、まあ本人さんが乗ればまたわかるんじゃないかなって思いますけどね。ではね、今回こちらのね、ATF、エアコン、スラッチナイザーの3つのセットの動画でした。またね、次回新しい動画ありましたらアップしますので、皆さん少々お待ちください。